何時よ。5時半です。5時半、遅いね。寝坊したな。はい、夕方の5時半寝坊しました。何本釣ろうか。言って言って。何本？3本。3本 OK。 じゃあ、では皆さん最初に見せときますね。巻いてみよう。なんと何ですかこれ。だからあれか、ジャッカルのトリゴン。トリゴンじゃない、 TN の60かな。はい、とこれがブレディにリズムウェーブ、これ 2.8 インチかなんかってちょっと忘れました。これでちょっと1匹、2匹、いや、3匹か。はい、行こう。お願いします。じゃあちょっともうなんか秋っぽく、夏は終わったって感じだけん、ワンちゃん、ワンちゃんしかいつも言わんけど、ワンちゃん使ってない俺が言うワンちゃんです。どのあたりから攻めようか。じゃあ行こう。はい、レッツゴー。ペーン。久々スピニング握った。ギルが俺咲くとこでなんかバスも釣れる気がするわ。お、今当たったわ。当たり当たりですよね。30くらいはあるんじゃないですか。見えた。いや、今もう見えないですよ。ここで30って結構、まあ、でかいのもおるけど、30でまあまあいいや。これが今年初バス来たのはここだ。あ、本当ですか。うん、バス言うの。あの時はどんくらいだ。ほんと20センチとかってこんなもんだ。気配はありますね、なんか。もう今バス食ってきたね、ちっちゃいけど。ゴミがえらい少ないだろ。もっともうちょい水きれいだったらいいけどね。厳しくなってきましたね。あっちの方がまだワンチャンありそう。あっちの方が釣れそうだ。投げにくい。草場買ってください。草刈り募集してます。重心間違ってひっくり返らんだよ。間違いそう。カメラばっか集中してたら。カメラ落とすなよ。手がかりか。手がかりだ。手がかり。これギリギリでも恥ずかしい。レトルテム思われてる。オーバースルーだ。かわいいな、このサイズ。嘘でしょ。今付け替えて下に落としただけ。今年一番ちっちゃいやつ釣れた。かわいい。ペットにしたい。よかった。坊主じゃない。何センチですかね。10センチは超えてる。10センチは超えてます。やった。じゃあ逃がすよ。はい。かわいい。バイバイ。
こう蒸す豚、はいはい、蒸す豚こうやってルアー変えます、流しのためにポンと落としたような、してこのままポンとしたらパッと行ってきた、人生初、あの倍ぐらいのラッピングされたらな、手はやっぱさかさくさくなった、これ切れそう、まあでもなんかいいです、な、1本釣れたっていうのはありますね、あまりかまだ、やっぱ釣れた釣れた、おー結構でかい、おーおーおー2匹目あっ、さっきと違う、しかも2匹目もうさっき毛がないけん、これさっきとまた違う、さっきよりちょっとでかくないですか、あんま変わらんの、まあ、あんま変わんないですけど、ありがとう、2匹目、これもう1匹釣れるんじゃん、いやいやいや釣れるの、みんなよく見て、でかく見える。精一杯腕伸ばしたけど。今日こういう釣り今日人生初ばい。全部手前側ですよ。なんだかんだちょうどこれで1時間ぐらいですね、多分1時間投げて釣りしましたね、用意とか合わせないで1時間しましたね、いや2本釣りましたよ、3本って言ったけど1時間で2本、しかも俺人生初の方のバスを2匹釣りました、動画で見た方は分かると思うんですけど、手のひらなかったですねこんなバスもこれで釣りましたね、2匹とも2匹ともジャッカルのこれは10ブル、はい、1時間で2匹なんで、ね、まあ、こういう釣りもたまにはいいんじゃないかっていう感じですね、はい、夏とかピーカの時は全くこれすらないから、まあチビが釣れただけでもよしとしましょう、よしとしましょう、帰りますかね、はい、じゃあ、はい、こんにちは、熊本のバスを釣ろうの Vlog の深夜です、アシキのユウさんです、いや緊張しますね、緊張するっす、自分で自分を呼ぶのが俺のあんま慣れてないんで、そうですよね、はい、俺も未だに噛みますもんね、噛みます、さあ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 、まあ大会ですよね、はい、1ヶ月迫るタイミングで今こうやって動画を回してるんですね、はい、ルールやら、そうですね、そういうのをちょっと、はい、動画で告知していこうということで、はい、ちょっとカメラを回してます、はい、6月ぐらいに、うん、僕とゆうさんで、はい、長谷川でボートが釣り出して、はい、でその時に、はい、ゆうさんの方で、はいはい、大会やりましょうみたいな、軽い気持ちで言ったつもりだったんですけどね、思いのほか、なんかいろんな方から、はい、やりたいです、あ、参加したいですみたいな話があったので、まあ、これやるしかないな、そんな来ました、ちょっと待ったっす僕もちょっとですまあまあですね、でもそういった声もあったので、はい、まあ今回企画してみようかな、なるほど、題して熊本陸王、はい、出ました、すごい、すっごいでかく出ましたねでも覚えやすいまあそんな感じでですね、大会をやろうかなと思います、うん、で、はい、大事なのが、日にちと場所ですよね、はい、日にちが10月です、はい、3連休の中日だったですね、10月9日、はい、日曜日、はい、萩尾ため池で開催します、はい、このめちゃくちゃ萩尾が混みそうな連休の超ど真ん中というですね、はい、大会の、はい、時間ですよ、時間これが、
6時に集合して、はい、僕らの方で受付をして、受付をした、はい、で受付をしたら、はい、それからスタートとなって12時まで大会みんなで競おうかなと思ってます。で、12時までに、戻ってきていただいて、で12時を過ぎて帰着した選手に関してはちょっと、ペナルティとかあるんですけれども、まあ、そんな感じで、だいたい7時前ぐらいから始めるからと思うんですけど、うん、それから12時の、まあ、5時間ぐらいですね、うん、考えています。で大事なのがここですよ。はい、商品です。商品これが動画で、ゆうさんがアンクレスをちょっと言い過ぎたなって、ちょっと言い過ぎたなって言い過ぎたなってなりました。あと自分はアンクレスよりもスピードが欲しいと、はいはい、なんだからメタリウム2台がいいな、はいはいはい、いらっしゃると思うんで、好みがありますからね。まあ好きな、はい、次買ってもらおうかなということで、はい、今回は1位が、釣り具屋さんで使える商品券2万円分2万円です。2位が、はい、商品券1万円分、はい、1万円分で、3位が、商品券5千円分ということで、はい、で、4位、5位の方には、粗品が、申請されます。うん、その順位はどうやって決めますか？そう、順位なんですけれども、はい、今回、レギュレーションとしまして、はい、3匹のブラックバスの、はい、キーパー25センチ以上の、3匹のトータルウェイト総重量ですね、これで競っていけたらなと思います。こちらの方で、ね、ビニール袋、まあ、ちょっとした大きな、はい、まあ、ゴミ袋、ビニール袋みたいなのをお渡ししますので、バスを釣ったらそれに、まあ、水とバスを入れて、大会本部、まあ、僕たちのところですね、はい、検量場までバスを持ってきてもらって、検量するという感じになります、はい、まあですね、一回一回釣って戻ってきて、また釣って戻ってきてだと面倒ですし、もう検量場から、遠いところで釣った方っていうのは、それこそバスを持ってくるまで結構大変そうですね、時間もそうです、労力もかかるので、大会、おかっぱりの大会とか出られた経験のある方だったらちょっとご存知かと思うんですけれども、手押し車に爆缶をくくりつけて、なおかつ空気を発生させるブクブクですね、釣り具屋さんで、まあ、1000円未満ぐらいで売ってると思うんですけれども、それを装着してもらって、で、簡易的なライブウェルを作って、でその中にバスを入れて移動したりとか、バスを活かしておくっていうことを、まあ今回可能としたいと思います。ただその時はですね、ちょっと受付の前とか受付終わった後とかに、爆弾チェックということで、まあ、公平を期すためですね、ちょっとやろうかなと考えてますので、そういった装備は、持ってきていただいて大丈夫です。僕も走って駆けつけますので、はい、使い方は大丈夫です。はい、まあ、自分たちは一応釣りするというよりもスタッフとして、そうですね、もう今回僕たちはほぼほぼ、釣りしなくて、そんな感じですね、まあ、もしかしたらちょっと動画撮るかもしれないんですけれどもね、はい、基本的にはもう皆さんの釣りをサポートというか、そうですね、大会をサポートに回ろうかなと思います、はい、参加方法です。参加方法ですね、まあ今回ですね、受付フォーム、申し込みフォームみたいなのを作って、まあ、この動画の概要欄の方に、説明欄の方に URL を貼り付けて、でそこから飛んでいただいて、受付フォームに、メールアドレスと名前ですね、はい、かな入力になると思うんですけれども、そちらを記入して申し込んでもらうっていう流れになります、はい、でこの、お名前ですね、書いてもらう必要があるんですけれども、これ何なのかと言いますと、保険がありまして、1日レジャー保険みたいな、で今回まあ難易度は思うんですけれども、まあ、外のレクレーションなんでですね、もしかしたら事故が起こるかもしれない、うん、まあ、もしも事故があったらですね、大変ですし、怪我とかしたらですね、まあ、病院とか行かないといけないということもありますんで、今回保険を1日だけの保険に語ってもらうみたいな感じで、やろうと思います、はい、ですので、ちょっとご面倒かと思うんですけれども、参加フォームにアドレスと、名前も書いていただいて送信していくといういただくということで、受付、申し込み完了とさせていただきたいと思います、はい、で、
そうそう、先ほどの、保険っていうのが出たんですけれども、保険料が1日、まあ、お金かかるんですよね。でプラス、あの今回その僕たちがご用意している商品ということもありまして、ちょっとあの参加費の方をですね、ご用意していただければと思うんですけれども、今回あの競技に競技を重ねた結果、お一人2000円ですね、はい、いただければと思いまして、まあ、これはもう先ほど申し上げたんですけれども、保険料とあとあの商品のお金ということで、はい、すいませんがよろしくお願いします。締め切り日はもう、そうですね、締め切り日は大会1週間前ぐらいですかね。ちょっと1週間前をめどにって感じで、まあ、規模としては 2,30 人ぐらいですね。そうですね、はい、2,30 人いらっしゃれば、あの僕たちの手出しがほぼほぼなくなってくるかなってとこですね。まあ言うても多分10人ぐらい、10人ぐらいですかね。かわいいっすねいや、あの出ないと、あのもしもあの5人とかしか来なかったらちょっと、あのちょっと結構わーってまあまあ、まあ、みんな優勝、あの表彰台されてます。そういう感じで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あとはあ、そうそう、一応さっきゆうさんの方から、はい、まあ、参加人数 2,30 人いらっしゃればいいかなっていうふうには、言ってもらったんですけれども、まあないと思うんですよ、ないと、本当にないと思うんですけれども、めちゃくちゃ参加人数、あの参加申し込みが多かったら、大変なことになりますので、その場合はですね、ある程度のところで打ち切りということですか。ですね、参加申し込み終了とさせていただきます、はい。まあ、僕らもあの初めてこういったことをやりますし、言うなれば初心者なんですね。そうですね。でもうちょっと右も左もわからないので、30人ぐらいから、まあ、2,30 人来てくれれば、ね、大丈夫じゃん、まあ、僕はもう10人ぐらい来てくれるかな10人ぐらいで、はい。まあ、あまり管理が行き届かない時もあるからですね、人が多くなると。それでまあそんな感じでですね、あまりにも参加人数申し込みが多くなりそうだったら、ちょっと早めに参加申し込み終了させていただきますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしく皆さん、よろしくお願いします。あ、そうそう、じゃあ、あの台風です。もしも台風が来た場合はもう中止です、ね、そうですね、天気は、はい、そうすね、一応雨の時、小雨がやったら結構、ね、そう、大雨だとか、でしょ、大雨あり、降り方で雷とかですね。あ、そうですね、雷が鳴るようだったらですけども、まあ台風が来たらもうアウトです。アウトです。台風が来たら、それがちょっと中止にさせてもらいます。はい。で、もしもその、めちゃくちゃ雨が降りそうな予報とかだったら、もう事前にまたこちらから天気が悪そうなんで大会中止させてもらいますみたいな感じでメールさせていただきますので、こちらの方もよろしくお願いします。お願いします。じゃあみんな頑張ってどうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。